テレビスー。 Hello everybody and welcome. We are the J-Pers and Friends. こんな声になっちゃってますが、この放送を見る頃にはね、もうケモトのライブ終わっちゃってますけれども、今日は渋谷ガリガリ10周年の、ライブのために皆さんにお越しいただいてリハーサルやっております。フラワーからマシー&サビロちゃん、イエーイ、カオリー、マキュリーからハロルドさん、お越しいただいてね、このメンバーで楽しいライブをやりました。まずはそのご記念なガビガビの4月のイベントの、順番ライブですね、模様をお楽しみください。どうぞ。イーダベイです。あそこ。イーダベイ。イーダベイ。今日も素敵な演奏で、優しくね、そしておおらかに渋く、はい、包み込んでいただいて。なんかお二人の素敵な人柄が、物は言いようで、素敵な人柄がね、演奏に出てるような。いやいや、楽しかった。いやでも楽しかったです。今日録画したダンシングクイーンはなんか思い入れとかあるんですか？でもやっぱり意外性。そんなね、ダンスミュージックなのにアコースティックギター2人とハモリでできちゃうっていう面白さがあると思って、毎回お二人の演奏を見るたびに、あ、こんな曲もやるのかっていう驚きがね、すごい楽しい。そう言ってもらえると嬉しいです。はい、飯田部みよりに好き、そういうところを目指そうかと思って、はい、次のライブ予定はいかがですか？次はね、7月5日、ちょっと先ですけど、川口市の鳩ヶ谷っていうところの駅の祭りがある、バンド祭りってのがありました。その鳩ヶ谷バンド祭りに7月5日、そこでなんとバンドスタイルでちょっとやったりするんで、いいですね、イーダーベイにバックバンドついた感じでやるんで、イーダーベイはイーダーベイでやるんで、それもある、うんうん、そういう音楽祭で毎年一緒になるバンドとちょっと一緒にやる時間を作ろうということです、うんうん、はい、いろんな魅力のイーダーベイが見えますね。ありがとうございます。慣れてますね、MC が。さすがです。素晴らしかったです。皆さん素晴らしいアーティストでね、リエさんもこんな中いい歌を聴かせてもらって、本当ロックンロールでした。楽しかったです。ありがとうございます。楽しい夜でした、今日も。うん、で、安定した演奏がすごいよね。いい。さすが。いや、本当、さすが。ちょっと前半が初めて、空気が変わった。急にわーってロックンロールの世界になった。お店の空気が変わったぜ。ああ、素晴らしいです。そう。
元相方の中島徹もベースうまかった。もう皆さんのおかげで、リクさん来ていただいたみたい。そういう J-Paz の会に呼んでいただいてありがとうございました。光栄でございました。楽しい夜ありがとうございました。いいだめのお二人、いいだめでした。ありがとうございました。きっかけは自分が大怪我した時に病院のベッドの上ですね、これ今動けなくて嫌だなと思ったな。これはでもスタントマンの人はいつも怪我してるよな、大変だなと思って作った歌です。やっぱり小判さんって資料深いですよね。資料深い歌詞がもう素晴らしいと思います、ね、歌詞ありがとうございます。あ、そして今日もね、撮ってないですけど異邦人のカバーもすごいかっこよかったです。あ、すごい楽しかった、盛り上がりましたね。ああそう、まあ、次のライブ予定とかいかがですか。次は4月26日町田のバースティッキーフィンガーというところで、毎月毎月、第2火曜日、にこちらガビガビでマンスリーのイベント愛と涙のロックショーというのをやってます。愛と涙は今はレギュラーメンバーって決まってるんですか。レギュラーメンバー決まってます。ハンペンブラザーズ、私コバーンとひとしですね。また個性的なね、楽しい方たちで、ね、なんかね、はい、そうそう、とてもアダルトな歌を聴かせますので、ご出演いただいた小判さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Hey!
さん&萩さん&愉快な仲間の小木さん、今日はね、リキちゃんも参加させてもらって本気ゾンクウェメンやっていただいたんですけど、リキさんとギター弾くのはすげー楽しい。あ、本当ですか。楽しかったね。楽しいっていうか嬉しいわ。あ、本当ですか。で、小木さんのまたハーモニカ、まあ歌も素晴らしいんですけど、ハーモニカもまたかっこいいね。あ、そうですか。本当に、はい。そして小木さんのパーカッションも、萩さんじゃなくて、萩さん。グダグダだからいいんじゃねえの。ありがとうございます。グダグダが TV だから、ね。じゃあそんな皆さん、ライブ予定は5月のじゃあ16日土曜日、吉祥寺マンダラで、ザ・バイブレーションズというバンドやってるんですけど、その企画ライブをやります。ジェイパスさんも参加してくれます。来てください。よろしくお願いします。に来てね、はい、マンダラですね。はい、はい、じゃあ吉祥寺に暑い夜を。そう、5月16日は集合やで。お色をご色今日ご出演いただいた松尾達志さん、萩さん&小木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ネイバー、中なんでね、まだ聴いてない方ぜひ。そしてモーラ、ソニーの公式ミュージックストアからも配信しております。こちらにありますのがまずジェイパーズクッションカバー、そしてジェイパーズのロックンロールフォーエバー T シャツ、そしてこのトートバッグね、ロックンロールフォーエバートートバッグ、ね、iPhone ケースなんかもあったりします。マンナ江島氏が作ってくれました。もしサイズが自分用欲しいとか
こういったものにプリントしてほしいとかあれば、違う色の T シャツとかね、皆さんのバッグとかにかなりイケてると思うので、そういった方はぜひ、これは J パーズのホームページに連絡先が書いてあります、問い合わせ先の、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。ではまた来月ね。バイバーイ。